東栄町振草では今月2日夕方、記録的な大雨で道路に大量の土砂が流れ込み通れなくなりました。1週間以上経った今も復旧のめどは立っておらず、川を隔てた2世帯4人が孤立状態となっています。4人の健康状態に問題はないということで、地元の住民が登山用のロープを対岸までつなぎ、食料や生活必需品などを届けています。このロープってやっぱりあると安心しますか？情報をこういうふうに共有して、何かあった時に、こちらでやれることはやっていきたいなと思ってますけどね。